声かけしました。握手。このチームできた。すごい。やっぱ前回も女子はめっちゃできてて、僕のね、日本代表のジャージもあるんですよ、ここに寄贈したんですよ。初めてもらった、初めてもらったこの本代表のジャージを、青色、じゃあセカンドジャージだったから、それを寄贈して稽古を受けて。これ4連覇これ4連覇です。モリタナオキが出るとて、そう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 。まさか自分が慶光学院の体育館に来るなんて思ってた。慶光に100点ぐらい取られる、100-0で負ける。僕らなんかそんな試合なんかしてくれへんから。ラグビー部だけのクラスだったら30人とか25人ぐらい。あ、全員ラグビーだけのクラスで。僕もだから入学する中学3年生でちょっと入学するって時に優勝したんで、全国1位のチーム、優勝したチームに自分が来るのにめちゃくちゃ張り切ってて、めちゃくちゃワクワクで入って一回も花園出れなかったです。そうですよね、はい、翔慶が2年で全国優勝して、そっから見て、そう当然次の学年も翔慶の学年も出るもんやと。俺らも1月7日しか上げてへんかったのに、1月7日どころか12月30日さえ消えへん。どういうことこれ。なんかね、時代の流れとともにね、ラグビーもなんかちょっとやっぱ成績残せなくなっちゃって、そっから今ほんまにね、それはなんでかわかんないです。強かったんですよ、だって僕らの代もめっちゃ。ほら、なんか人も、目もなるほんとっす。なんかもうあれは連覇する思ってたからな、ね、絶対勝てると思ってたからな。連覇してたらまだ変わってたかもしれない、変わってたね、うん、ただただ健康学園やっぱおる、おってほしいなって思う、うん、見ていてくださいよ。こんにちは、皆さん、お久しぶりです。はい、あと2人ね、じゃあ、お兄ちゃんは見てましたけど、ラグビーはしたくなかったです。夜も母親が、もうあんたラグビーしなさいで、バスケしたかったんですよ。でもこんなに一戦でできるとは思ってなかったですよ、さすがに。まあでも中学校3年生ぐらいの時に、そのいろんな代表とか入って、なんかいけるかもみたいな。だから上昇傾向になって、ちょっとそのスポーツ推薦の枠とか、多分減ったんだと思うんですよ。周りが強くなってちょっと傾向が弱くなっちゃったっていう背景があって、まあそれにちょっとやっぱそれでちょっとそっちの勢いに乗っちゃったみたいな。僕が翔慶と楽平が中1で入学してた時に赴任してるんで、翔慶はでもまんまですね、唯一1回しか起こったことないんです、まあ、先回りしてね、僕らの言いたいことを言うし、状況は把握しあるし、僕、さっき輝かしい成績があるっていうのを、ちょっと話なんですけど、高校3年生で全国大会すら出れてないです。大阪府の予選で負けました。僕この時キャプテンです。花園まさか行けないと思ってないです。もう絶対行けるもんやと思ってました。じゃあみんなもうラグビー部みんな絵見てる感じですか。失意の中にいましたよね。マジかと。全部自分がもう自分がやる、全部自分がクスティックに率先して全部やる。そしたらどうなるか、一人だけ突っ走ってるんですよ。後ろ振るには誰も連れてる。でその翌週が早稲田の受験やったんで、まあ、勢いよく行きたかったんですけどね、勝って早稲田の受験にも勝って、
気持ちよく全国大会出ようよと思ってたんですけど、人生そうもうまくいかないもんですよね。一発目スポーツ科学部、もう気持ちズドンやけど、もう絶対受からなあかんと思って行ったら落ちて、もうズドンやん。もうだから2回ぐらいもう食らって、はもう、ね、終わ人生終わったと思ったら、教育学部がなんとか受かって、まあ、今出てたとこやね。タイミング合わへん。金ちゃんまだ帰りおる言ってましたよ、言うたら、うん、とか言うてスパイク買いに行くって言ったらそこなんですよ、その枚方スポーツ。シーズンが終わって、高校の11月ぐらい終わって、それこそ受験、早稲田の受験がもう1週間前控えてるって時は、とりあえず一旦学校終わって枚方スポーツ寄って、心落ち着かしてから塾行ってとか、そんなんしてましたね。そう、落ち着どうしようどうしようみたいな、大丈夫かなとか言うの。落ちた相談とかも聞いてくれる。そうですね、まあなんか話し相手みたいになってくれて。スパイクを買ってたんですね、ここで。いやもうスパイクを買ってたんじゃないですよね、岡谷さんね。もう何しに来たかも、もう遊びに来て。お好み焼き食いに来た。お好み焼き駅前にあるたこ焼きとかお好み焼き買ってね、受験の時も来てましたもんね。いやもうあの時は 100% 生きろ思ったからね前年度優勝して、でこのまま絶対いけんなー言うて、ほんまにショックやった。じゃあみんな学生たちが落ち込んでこのお店に来てって。そう、あ、そう思い出した、金ちゃん早稲田の時もちょっとあれだったな、一回な、かわいそうだぐらいよ、もうほんま。それでもここに来るって僕やっぱすごい、ここを愛してんだよ。そういうの話をこう聞いてあげてみたいな感じだったんですか。いや、まあその辺はね、まああんまり与えさ、あんまり聞いたったらかわいそうやからよっぽど忙しくないとか、枚方で用事ある時は絶対寄りますもん。写真いっぱい飾ってくれてるんですよ、20歳以下の代表の時の写真。切ないっすよね、弱くなっていったの見たらね。だからちょっとそういう流れを作って、悪い流れ作ったなってやっぱ思いますもんね、あれだけ人材いて。まあ要因は僕たちだけじゃないにしろ、やってんの僕らやし、やっぱなんか絶対傾向にみんな育てられてるから、なんかそれでちょっと弱くなったからってやっぱ手のひら返す人もいるわけなんですよ。まあそれはもちろんいるんですけど、なんかそういうの見てるとなんか悲しいなって思うし、間違いなくみんなそこで育てられてるはずなのに。すいません、いえ、言っときます、言ってください。はいよ、じゃあお母さん行きますね。ごめんな。いえいえ、待ってるで。待ってるください。決済完了しました。頑張ってね。昔からこうラグビースクール、カーニバルやってんだけど、こんなに集まるの初めてなんですよ。主な時もやってたやんな。はい、僕それこそこの慶応カーニバルで杉本先生に声かけられたんですよ。慶応来てこうへんかって。イベントで預かっております、中学生の皆さん、グラウンドに、今日はいろいろ学んで、勉強してもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、そしたらめちゃくちゃ切ないとは思うんですけど、僕以上にやっぱ翔慶さんとか、まあ、楽平さんとかがちょこちょこ教えに来てるのとかも見てたんで、すごいなと思いつつ、自分できることちょっとない、自分はどんなにしたらいいかなと思いつつも行動できなかったんで、まあ、こうやって翔慶さんがいろんなきっかけ作ってくれるんで、まあ、ちょっとは恩返しできたら、まあ、いいかなとは思います。お互い打ち組み、そう OK、 レディーゴー。行っちゃったら自分が行けばいい。
2対1はパスが正解じゃないかな。で、足を近づける、そこから一瞬でいい。で、そこスペースにしっかり。はい、はい、いいよ、ナイスアタック、ナイスアタック、はい、この15分だけでめちゃくちゃ成長するんで、教えがいがあります。いっぱい吸収してくれたらね。結構よく先輩っていうか OB とかが教えに来てくれたりとかするんですか。あ、めっちゃします。席あります。あ、いいよ、あ、まっすぐで、まっすぐで、あ、逆やっぱり、はい、まあ、できるところまで、例えばプレート外すとそういうところを2時半までの間にできる。去年の合宿の時の写真です。辛い日を乗り越えた時の写真です。僕らの代が4人で苦しい状況でした。今は24、3ぐらいです。結構不明した感じです。で、僕は高校から始めて、高校から同期とか誘われてとか。そうです、エイジ、さっきの子に誘われて。で、今年の1年生も半分ぐらい高校から始めたので、そう、すごいなっていうのは僕らも思ってて、その今は部員も少ないんですけど、そういう長慶さんとか、まあ、楽栄さんとか青木さんとかが戻ってきてくれるんで、しっかり僕らも吸収して上手くなりたいなと思います。まあ、今は花園予選の決勝を、あの全国大会予選の決勝が、あの花園の第一グラウンドなんで、そこを目標にしようって言って。ただなんか、カバン持って、駅とかいると、あの知らないおじさんに稽古かって声かけられるみたいな。あ、でもね、長慶とかもみんなそうやって言ってくれるんで、君らは関係ないよって、自分たちで頑張りって言ってくれるんで。今の子たちは今の子たちで、伸び伸びとやれてる。そうですね、すごくそれはやれてると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube デビュー頑張ります。頑張ります。ロイヤルブルー偉大な先輩たちと戦います。おお、怖いっす。楽しみ9、怖さ91っす。100っす、マジで。ワンツースリー！ユーどんどん流してこい。はい、流していいか。声が少なすぎるよ。はい、外から外からもっと、あの大事な基本的なことをしっかりやろう。はい、OK、はい、すごいいいアタックあったけど、結局我慢できなかったよ最後。ここまでいったけど、そこを継続して我慢してトライ取ろう。はい、絶対切らすな、そこトライ取るまで。はい、OK、はい、忙しい中、暑い中、ありがとうございました。僕たちも9月の全国大会予選に向けて頑張りますので、応援よろしくお願いします。気をつけーれー、ありがとうございました。いいっすね、高校生っていいっすね。ひたむき、タックルめっちゃくるし、ね、強かったですか、OB は。強かったです。稽古の思い感じました。まだまだそこから。頑張ってください。こうやってね、この後こう先輩とかとちょっと喋ったりするのがすごく、あの彼らにとっては今はね、やっぱ人数が少ないんで、直の先輩が少ないんで、こうやって先輩がこの人も先輩なんやって言って繋がっていくのがいいと思います。僕らの時も OB あったんでね、 OB 戦とか1年生がやるんですけど、もう染み込んでるんですよ。その当時の何十年前のサイン言ってましたからね。お疲れ様でした。
っぱ大好きだし、マジで育てられたっていう気持ちがあるから、ああいうリーダー研修とかも話もらえた時は本当に嬉しくて、あ、そういう携わり方もあるんかって、そうやって還元できるんか自分の経験をって、だからすごい嬉しかったですよ。でも今俺一緒にスクラム組んでる。そうっすよ、隣同士。うまい、しまいにうまい。もっとなんか説明してますよ説明してますよ。レフリーからの説明が入りましたね。